皆さんおはようございます。おはようございます。今日は、はい、名門の成田ゴルフクラブにお邪魔しております、うん、はい、今回リンゴルフの撮影にご協力いただいた成田ゴルフクラブの皆さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ところで純ちゃん、はい、今日は、特別なゲストを呼んでるんですけども、はい、超特別、超特別、超特別、うん、とにかく緊張してんだ緊張してんだとにかくやばいからっていうのは聞いてるんですけど、ちょっとやばいんだよね今日は。リンゴルフ始まって、始まって以来、以来は以来、ね、そうですか、以来は以来そうですかということで、ということで、はい、今日のゲスト、はい、YouTuber デビュー2年連続賞金王の、お、マジ、今平周吾プロです、どうぞ見えてたってわーすごい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リンゴフもこんな大物が出てくれるようになりました。ありがたいですね本当に。こちらこそよろしくお願いしますよろしくお願いします。今日はデビューなんですけど、 YouTuber デビューとしてどんな感じですか？いや、緊張してますね。緊張してます？はい。緊張するんですか？結構、まあ、ゴルフ試合やるよりか緊張してますそうですか。今日は今平プロ対リンゴルチーム、はい、3対1、3対1です。はい。ルール説明はいつもの通り、つっさんにお願いしたいと思います。はい、はい、おはようございます。真ん中、真ん中で、今日は端っこで、端っこで、端っこで。今回もマッチプレーなんですが、はい、リンゴルフチームの3人は、白かレギュラーティーからのスクランブル、スクランブル。今平プロはバックティーからのグロススコアで、対戦いただきたいと思います。はい、本当に3対1ですね。本当に3対1、3対1。リンゴルフチームが勝ったら、はい、今平プロから視聴者プレゼント商品をごっそりゲットしたいと思います。よろしいんですか？はい。ああ。ごっそり用意してもらってるんですね。はい。で、今平プロがもしも勝ったら、はい、私がですね、今平プロを、ミッションヒルズの、シーズン前の合宿をご招待いたします。すごい、2ヶ月いても2ヶ月いても、まあもう好きなだけどうしよう、ね、好きなだけ、はい、プロおめでとうございます。いやでも結構ハンデはたくさんあるように見えるけど、難しそう、厳しそうな気がするんですけど、まあ、そうですね、なんか噂によるとすごい皆さんうまいって聞いてるのでちょっと危ないかな。ぶっ込んできましたよ、早速もうちょっとね、緊張しちゃってるそれでは、はい、皆さん、楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とんでもない戦いが始まります。なんとスターティングエリアに今平プロがいらっしゃいます。じゃあプロ、お手柔らかにお願いします。お願いします。初めてリンゴルフでドライバー打ちますね。あ、そうかこの前使わなかったんだドライバーを。で、僕はだって今日ドライバーを結構飛ばしていかないと、はい、女子の飛距離だとね、はい、大変でしょ。ドライバーはすごい責任重大。あ、そうですね。これもう一個明るいやつ、はいはい、あとはチームワークですね。まあ、あとは、まあ、彼女たちの方がショットは正確なんで。バンカーいくつですか？一番先のバンカーですか、はい、そこまでで270です。はい、ど真ん中ど真ん中
真ん中ど真ん中もう勝てる気が全然しない。一応もうなんかギブアップ気分で。でも視聴者さんのために頑張って撮らなきゃいけないですね。それじゃあお願いします。お願いします。おー、ナイスショー。あれもう採用ですね。採用か。採用かな。よろしくお願いします。一つ真ん中にあるんだから。確かに。そう、気楽に。お願いします。お願いします。ドライバー見せたら結構やばいくない、距離的に。やっぱ俺が2340飛ばさなきゃいけないんだ。うん、本当にそう。え、でもプロの方が先にあるの。うん、すごい。全然飛んでる。全然先にある。全然互角じゃないじゃん。こっからセカンド勝負。セカンド勝負です。どんくらいある。多分さ、10番やな。さあ、何歳かな。もっといきそうじゃない。60かな。9番やない。9番や150です。いやー、すごいね。私25のユーティリティ投げた。私もだよ。それ結構ちょっとツンポジション。はい。160ぐらいあるので、私は7番。165ぐらいだね。攻めた方がいい。ガンガン。おー、いいんじゃない。いいんじゃない。あー、近そう。採用決定。いや、まだわかんない。6番ユーティリティです。わー、どうかな。来てる、でも戻ってる。22度。なんだろうね。なんね。ピッチングに行きました。ピッチング？で、何ヤードをピッチング？130ヤード。130。ああ。すごい。あれ計算の時何考えてるんですか？まあちょっと球上がりやすくなるんで、ちょっと右足に置いて、あんまりこう。上がらないように打つこと。あー、むずっ。ちょっと待って。上がらないように上がっちゃうね。下見てますよ。いやーすごいなと思って。今でしょ。あ、ゆいちゃんの方が近いんじゃない？ねえ。このピン位置でこんなに近いです。
すごいですね。最初スライス、どのぐらい、どのぐらい、あ、もうカップ縁ぐらいです、はい、ちょっと今弱いかなって思ったんですけど、ね、伸びたすごいね、ラインはもうちょっと後ろからラインをよく見て、ラインははい、なんとなくです、涙でしょ、もうね、優勝パット見たくらいの、ね、引っ掛けちゃった、いや、はい、ゴーゴーゴー、ショートじゃダメだよでもほとんど曲がんなかった。うち、うん。こ。ああ、まっすぐだー。ごめん。待ってマジ。まっすぐでいい。まっすぐね。頼むよ。頑張って。しかしないんですか、ああいう時って。そんなことないでしょ、そんなく帰ればいいかなって感じ。いや、さっきのプロのパットの距離はメイキングパーセンテージ絶対 25% 以下だって。プロでも、プロでも、ね、短いんですか、短いんですか、これ。じゃあ三遊とゴアウト、三遊とゴアウト、俺たちはマスで、マスで切り切り狙わなきゃいけない、坂の下でいいと思う、一番下、あの木の方に打っちゃうと、あの左に抜けちゃうから、ね、うん、かドライバーで打つ、あ、そうないですけど、結構打って大丈夫、全然大丈夫だ、思い出しました、はいはいはい、やったことあんの、あります、あのね、本当に坂道に狙っていかなきゃいけない、うん、何番で打つんですか、5番と3番と斜面、すごいところ狙ってったの、でもあっちなんですけど、マジすごいなすごいねちょっと左、ちょっと左、竹井さん前ですよ、すごいね、すごいところ狙ってったの、でもあっちなんですけど、マジすごいな、マジか、なんだろう、ほんと言葉が出てこなくなっちゃうね、もうすごすぎ、中腹狙っていきます。はい、ああ、マスでちゃった。ああ、でもいいとこいいとこ。うん。うん、そんな飛んでなければ。うん、大丈夫。大丈夫。あ、大丈夫。え。大丈夫、落ちてるといいな、そうですね、
してませんでした。してる、もうどうしよう。あの T シャツ見たことないですけど。普通にダフっちゃった。緊張しちゃったの。メンタルできよう。胸張って胸張って。はい。息吸って息吸って。今一日どのぐらいやられてますか。毎日やられてます。毎日やってますね。2時間ぐらいですね。練習は。練習は？ラウンドはどのぐらいでやってますか。ラウンドは週3とかです。風161の打ち下ろし見て161の上げです。上げ上げ170の下りちょい上げ、7番ユーティリティにいきます。あー戻ってきてる。でかいか。ナイスじゃないけど、オン。19が出てます。いい。おー、これは良い。グッドショット。ナイス。これは勝ちでしょう。確かに。ちょっと右だね。なんか前。まあ、いっか。あ、どうぞ。当たり正面。127上げのバンカー越えの難しいショット。よいしょプロ、それクラブはこれ52度です。52度、はい。え、プロではないです。プロではない。プロみたいです。いや、そんなもん、それをそんなネイジュンじゃん。パター勝負です。またパター勝負が。50点ぐらいです。50点なので。ああ、すげえ。皆さんご視聴いただきありがとうございます。さてここでクイズです。今回動画に出てくださった今平プロ、スコアは一体いくつで回ってくるでしょうか。いくつかな。当たった方の中から抽選で5名様に今平プロのサイン入り色紙をプレゼントいたします。概要欄に応募フォームがございますのでぜひご応募ください。バイバーイ。